ここからはプロ野球キャンプ情報。ヤクルト村上の前に立ちはだかったのは、レフトへ大きな当たりを放つと、スタンドで構えるボール拾いがナイスキャッチ。華麗な守備を見せるボール拾いとともに球場を沸かせた村上。この日17本のアーチを描き、順調な調整が続いています。